さあ、こんばんは、お疲れ様です。配信は大丈夫そうですね。どうも人が少ないですな。2X の NVC2 ランバと東西線形式で行います。今のところ東西線です。おお、これはしかしいけないんだよね。Mexico! Round one, fight!
Thank you.
てさて、今日も京都で人数が少ないですね。だー出せばいいと思ってるからね。フィルチュンリー VS 阿部ビンホンダです。阿部ビンホンダの圧力、カラキャンテンションちゃんとやってますね。うーわーこれはあさあそろそろやろうにもやっぱり少ないですね。最後なんでスピニング出したんだろう。今のところ6人しかいません。6人です。もうちょっと待ちますか。
Round 2, fight!
Walking!
結局人が集まりませんのでこのままやります。じゃあ皆さんの字でストップでお願い。ムナーリさんがいる。よしいつの間にかいる。さて音声聞こえてますかね。大丈夫かな。どうかしら。あ、どうもお疲れ様です。2回ステージです。あ、音程出てますね。 OK。 あ、ありがとうございます。じゃあちょっと少なめですけどもこのままやりましょう。今日はあ、それ僕のです。すいません。さあ今日は何やろうかしら。
くねガチンコの東西戦みたいなのやってないと思うんですよね。じゃあノジスト、おーそうそうやりましょうよその2人始まると止まんないから。ムマーリバイパーはね平気で数時間やってますからね。ちょっとやろうとか言って全然ちょっとじゃないですから。ゲーム音でかい、あーはい、ゲーム音がでかいときた。そうか、ゲーム音もうちょっと減らしときます。こんなもんかしら。OK、 どうかな、これで聞こえますかね。 X ゲーマーズいつもありがとう。じゃあ今日は一応東西戦形式と歌ってますのでやっていきましょう。さて12月末の大会ですね、フォックス4-on-4の大会、はい、そろそろ皆さんチームが決まってきてる頃だと思いますが、大会のチームエントリーに制限がありまして、まず初代の8キャラですね、初代の8キャラから2キャラ、そしてダッシュからの四天王ですね、ここから1キャラ、そしてスーパーキャラからの新キャラ4キャラの中から1キャラ、その4キャラで組んでもらうというルールになっております。あ、ひでくん始めましょう。焼き鳥さんも来て、何どうしまくろう、何やろうかな。ここに僕が入って、そろそろ大会始めましょう。今のところ、うん、ちょっと少ないですね。少ないけどまあ、今日私の誕生日でございます。イエーイ。二回転対全員ね、先週やったんすよ。僕は構わないけど、僕ばっかり楽しんじゃうからね。先週ちょうど先週やっちゃったんですよ。僕が16キャラ使って、ね、みんながライフ3つ持ちかなって感じでやりました。僕が圧勝しました。圧勝です。もう一回やりてえ、もう一回今回ね、あのキャラの布陣がちょっと違うので、この間よりメンツが明らかにきついんだけど、まあ余裕なんで、余裕ですね。やる？やっていいんですか？よーし、じゃあやっちゃうよ。S キャラはなし。この間と同じルール？同じルールで。あー、まあまあ別に。いや、僕が16キャラで、反対側は、さ、うん、この間ね、5人だったのかな。2か3ぐらいですね。そうですね、メインキャラをどう制限するかなんですけど、この間は3キャラ中メインキャラ2体まで OK だったんですね。この間は3キャラ中メインキャラ2体まで OK だった、うん、ちょうどキャラも被ってないし、まあホークが被ってますよね。つかない、ホークはまあ
ワイパーさんに任せて。ザンギと DJ、 あー強そうだな。よし、じゃあやったろうやんけ。いや、あ、16キャラ使ってもらう、かぶってないし、うん、だからある。あ、そうですね、16キャラボードという謎のものがありますんで。あ、じゃあまあこれ、うん、カメラに映して、これ見えます？こんな感じになってます。ダメだ、これでいこう。はい、こんな感じでありますんで。売ってます。これ売り物です。はい、じゃあ S キャラなしで僕は16キャラ使えばいいのね。いいでしょ。ライフ3つか4つ残った。16キャラ中。よーし。1,2,3,4,5,6 人だから、ニカさんですね。はい、フォークはバイパーさん。ムナリさん、この間と同じルールだって。この間と同じルールだって。この間ムナーリダルシムが2回出てきたからね。こないだはまあいいでしょう。じゃあ先方だけ、先方だけ決めて、あとはかぶせれ。この間とちょっとルール変わりまして、 1P 側も16キャラ使ってもらうことになりました。ライフ2つか3つですね。じゃあキャラは決めてください、余裕なんで。
こんな感じです。読み上げるとまあ大体バレてしまうので誰がどのキャラ使うか、今これ見てください。見えますか？こんな感じです。一人2キャラの人もいれば、2キャラ持ちが2体ですね。2体大丈夫ですかね。というわけで2か16キャラ対このメンツでやっていきます。まあ強キャラをいかにどういう風に僕らが倒すかっていうところもちょっと一つの見どころかと。でちょっと、はい、えぐいのが2回転シリーズだと、まあ、結構いるんで、まあそこは先方をどうしようか。まあそのこれでいいですか先方。はい、先方ははい、こちら決まってます。ヒデバルログです。はい、こんばんは、ベビンです。さあ始まりまして、 1P ヒデちゃんです。 2P は2回転16キャラですね。さあうまいよ。おお、これ強いよ。余計なことしない、見てからでいいよ。さあうまくはまらなかった。おお、さあお釣りはないのか。さあこれはヒデちゃんがバルログ知らないっていうやつで、はい、ミカさんが中詰めとか良くないですか。うん、中詰めですね。さあ手出してしまった。ここは遠いので、それはちょっと、それはチュンリーの中キックみたいな。さあ決めた。ここに焼き鳥バイパーっていうホーク使いがいて、2回転を決めてきた。2回転、あ、ムナーリキャミおめでとうございます。おめでとうございます。はーい。さあ、あの、なんでおめでとうなんですか。いいキャラだな。さあムナーリキャミしかもこのキャミ側に、うん、このフォークの巨匠みたいなのがもうアドバイスしてますんで確かに昇竜拳は出るし、確かに昇竜拳、あ、グッさんがいる。グッさん混ぜる、混ぜていい、入れる。さあ入れるよ。じゃあグリグラさんの竜ちょっと届けします。オッケー。6人チームに16キャラ、2か16キャラ対、こっちが来たので、7人で16キャラ。さあ、さあ、さあ、や、焼き鳥さんのアドバイスがムナーリさんに聞いてる。さあでも体力はいい感じで、オッケー、これでリードする。危ないよ。ああ、矢口真理。あ、シャガダイパンもいいですね。そう、危ない危ない危ない。おお、鋭い。危ない危ない。さあそうですね、付き合わなければキャミーは。そうですね、いいよ。おお、透かして、オッケー、下中に。さあこうなるとちょっと2回転も攻め手が、ね、まあガードで OK でしょう。ガードで OK ですが、削られすぎるとちょっと若干まずいので、こうなる。回せない。さあ、まあ、周りの範囲外とちょっと出なかったか。さあどうする。一発いかないと。ああ、いいのが入る。さあもう一本、最高、最大、最大来ましたね、やり返しましたね。ムナミ強いっすねこれ。はい、あー安い、オッケ
さあ焼き鳥さんのあーあーあーオッケーオッケーよく出したよかったオッケーよく出した実況中立なはずなのにあうまいさあこれはあーこれやばいよ相手にしないとオッケーおー出しとけはい次さあ二課シリーズは何で来るまずは一体ずつ倒された状態グッさん ね、とりあえず竜確定でサガットあ、そっかグッチバイソンが焼き台出てますねそっかそっかそっかそれでいいわさあ逆に鬱憤を晴らしてやろうとあ、これ最強だわ使いどころが逃げない1人あのねさあ投げて敗北をね教えてあげたい誕生日の日にあ、というわけでニカさん誕生日おめでとうございます今日はニカさんの誕生日でございます。ニカさんはニカさんの誕生日に俺らから敗北っていうプレゼントをねそれは死んだプレゼントそう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 、はい、あのもうねあの誕生日だからって気持ちよくさせないのが俺らスタイルなんではいおーやーれー今タイガーリーの音がしてましたけれどもへーめくりだと抜けるタイガー2だったらしいが表でしたねさあ風鈴が決まって基本表ですからねいやー行ってさあアントビアしっかりタイガーさあこの場合がおーおー美味しいタガットのことは知り尽くしているこの男は上タイガー無視玉打ちもちょっとね難しいですからね慣れるまでねさあちょっと離れてから玉打ちさあ円台パン円台パンあー円台パンをこすってるところにうわー減るここはスパコンバッチリわーマジかこれはあー確定ダメージが惜しいちょっと惜しかったあー上タイガーで今の良かったですねスパコンに対して狙いはすごい良かったですねはいっていうかスパコンにキャノン割り込めるんです ねまずそこにびっくりあれギリでいけるんです ねさあ垂直台形からいって三角でいや痛い痛いグランドグランドいい前ですね、2回転の投げる、厳しいさあ、ここで誰行きますあ、ムラシムムラシム、ガイルちょっと待ってください、あのグッチはもう行きかなグッチさんで、ね、リュウバイソンリュウバイソンねじゃああ、いいね、あ、行きましょう行きましょうちょっといや、これ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 こっちのアベビンさんはいじゃあこっちのアベビンさんでアベビンブランカ行きますねムナリさんいいっすかじゃあアベビンブランカちょっと壁気味なんでマイクグリグラさん単独でお願いしてもいいっすかすいませんいいちょっと声出しすぎると多分また咳出ちゃうんですいませんじゃあアベビンブランカブランカーサガットはサガット有利と言われてますがまあアベビンさんのこう弾力であればいけそうな気はしますがどうだろう噛んでこの前タイガーパカと見てからスライディングを差し込むアベビンペースアベビンペースのまま玉打ちのタイミングになってきてこれがサガットやっぱ難しい球の時に暗い判定がめちゃめちゃでかくなるのが難しいんですがそれを織り込んでもまあサガットが有利というふうに考えられているわけですねさああと一発で決まるところうまい選択肢あーこれは刺さっちゃうんですねやっぱ跳ねてるところは無敵だけれどもというところですね対空多分ブランカ戦はもうこれ球を端っこで打って上を見るっていうのがサガットのまあ必勝パターンなんでしょうタイガーが接近を阻む飛びが一発食らってもいいよというふうにもうガンガン打っていくうまいかしてあー中足からの選択肢がアパカーで拒否難しいですね
ちょっと一気に、そうですね、さあ来ますのはグッチバイソンです。これまずはね、ニカさんが最大に動けてないとね厳しいんで、さあこの使えるグッチ、さあ当たるのか、黄色いバイソンより上手いのか、うん、おーすげえな、さあ余裕のグッチ、さあうまい、さあこれはちょっと遠いやつですね、あれは近いとあの2段3段って入っちゃうんですけど、さあ当てていくけど、さあアッパーから、さあさよならか、さが死んだ、さあお次はですねこの色は嫌だと、まあニカさんはいつも黄色ベースだけど、ちょっと鈴木さんがちらついてしまったのか、さあこれはうまい、大きい、さあちょっと遠かったぞ、さあさああるね、あれは確定じゃないんですかね、さあグランドから相打ち OK、 カットができる男、さあおお、さあここは助かった、さあいい試合だぞこれは、さあザンギも一発で終わるし、ああちょっとこの色にね困惑してる様子ですね、うちは。さあさあ暗い、うまい、今のはうまいですね、さあもう溜まってしまう、さあうまい、さあ危ないとこはきっちり決める、カフェ、さあこれはできる、できる、見よう見まねだと言っている、さあグリガーさんちょっとアドバイスを入れてあげてほしい、さあさあこれはいいつかみ返しで、さあよく見てる、さあおーうまいですね、さあこれはグッチが対応できるか、さあ掴んで、おっとさあさあ入れないで、アッパーで決める、できる男グッチこれ黄色だけどヒデサブカラーですか
これ僕のあれですね、1回目の色ですね、はい、あの黄色紫の順でやってるんで、はい、さあこれはでもやばいぞ、2回転うますぎる。あこれ高い、しょうがない、でもまだ知らない、オッケー、はい、あーうまいですね。あれアッパーが瞬時に出せる人はうまいですよね。そうですね、チュンリーバイソンはね、開幕で100列はね、ちょっとリスクあるんですよ、こう飛ばれちゃうんで。あただあれあれあれこれは、うん、あーまあ出しとくですね、はい、でなーおーうまい、あるよ、あー出て、ほんとい、やるあるあーあーこれはこれはグッチかっこよかった、これはできる、グッチさん、グッチさんしたことによってこっちだいぶ有利だから、でもいやグッチ来てくれてよかったな。もし仮に負けてもムナシヌが待ってるのでもう最強ですね。あーそうですね、いやお誕生日なんでね、やっぱり、はい、さあこれはね難しいですからね、ガエルはいつもやられてるからこれに投げか、さあいい裏剣が入った、まあバイソンの実力こんなもんじゃないんで、はい、さあピオリーチ、さあうまい、さあさあ掴み返し、さあ開幕はもうあとはグッチが溜めるだけ、うまいな、危ないよ、さあ刺さった、あでっかいのが最強、いやいい誕生日になりそうですね、この後も、さあ結構ねこの7人チーム、焼き鳥さん、ヒデちゃん、グリグラさん、バイパーさん、ムナハリさん、グッチに僕、順調ですよ。さあお次は剣が出てきた、まあこれはグッチやってるんじゃないの、さあうまい、さあよく出した、さあつかみじゃないから OK、 置きがうまい、うまい、溜めたいとこだ、おーっとしゃがみ台レアですね、あそこでこのキャラ強いってやばいこと発言してますよこれ、さあこれでさよならか、さあアッパーでカットやりたい放題いつもやってることだいや、いい采配でしたね、グッチ。お、ニカホンダ、これは結構いけるんじゃないのかな。さあ、いいですよ。さあ、グッチは結構安定だぞ、さあここから、さあ卓に一番強いやつだ、さあこれうちらチームもちょっと考えないといけませんね、さあでもきっちりやれば余裕でバイソンなんで、
あれをスパコン溜まった時にだけ気をつけないといけません。さあ、ああよかった。さあこれはかませるぞ。さあどっかで見たもの、あいいよ、できるよ、こういうゲームですね。そう、さあもう一丁、うまい。さあよく見て、もうスパコンが溜まってる。いいよ、スパコンでもいいよ。あれ結構いろんな返し方あるんですけど、あー刺さってしまった。さあこれどうしましょう、むなりさん行きましょうか。あ、これひでちゃん腕の見せ所はどうですか。もったいないね。はい、あ、グリグラさん、さあグリグラさんは剣かな。この剣の色ね、気に食わないっていう人結構多いんですけど、まあ、ミヤさんから僕から結構いろんな人使うんですよ。さあこれはうまいな、2回転。ただこれ取り戻すと剣かなり強いんで、さあいいごっつさんが出て、さあ釣られてるぞ。あーちょっと遅かった、あれめくりからコンボつながってピオなんですけどね。さあいいですね、こっからは厳しい。さあここは剣は付き合わないでも足払い波動アントビ重でも OK。 波動がきついんです、これ。竜よりきつい部分も結構あります。さあよく出る、しかも大かっこいい。さあちょっと早かったぞ。さあ対応ができてきたか。あれグーパンチの方がいいのかな、落ち際。おお、さあ切り返して、さあさあ2回転が取った。あ、 DJ ですね、焼き鳥 DJ、 いい仕事しますよ。さあこれも随カードですから ね。僕この前あの東西線の時焼き鳥さんに2連チャンしときました。そうなんです、いけますよ、随です。まあ S 本田よりね、はいはい、楽ですから。さあアスラが刺さって、はい、うんめ。さあこれね、はい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 、完璧ですね。完璧ですね。随カードって言ったらどこがってめっちゃ切れてましたけど、ね、中さんやりがいがあるカードです。阿部明さんからしたら、そうですね、未来はあんまりないんですけど。あ、未来あんまりない未来はない、はい。まあ、今日があればいいんです。あれですね、小池百合子もびっくりですね希望と見せかけて絶望みたいな、ね、希望の塔からいきなり絶望の塔だよね。うわ、これはれ、ね、OK、何もないんですよ。うん、そうですね、はい、あんだけ毎日回答、あー痛い、あ、OK、 さあノート TBS、 あー来たー、
あれはちゃんとガードできるんです。あれガードどっちですか。基本前で大丈夫なんですけど、 前で大丈夫で、はい、ではなあれですか、話でドスコイ出したりみたいな。あ、まあドスコイ出さないで、とりあえずあそこはあの、はい、ぐるぐる回しといて、おいちょうも、あ、おいちょうも仕込みながらの、はい、はい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 、炸裂も仕込みつつ、なるほど、はい、そうです、焼き鳥は難しい、出ましたね。さあ来ました、ニカシム、はい、そうこの ねダルシムがやっぱり結構肝になるかなっていう、はい、バイソンもそうなんですけど、さあこれは梅、これは結構ね DJ いけるんですよね。いけるけれども、まあ4くらい、まあ、やってる方経験値がちですね。そうですよね、まずは。あーこれは、あーダブルアップ失敗。さあ今強欲でしたね。あそこはですね、こすらこすら投げでしたね。あれスパコンだったら終わっちゃいますよね。なるほど、あ、いたいたいた。さあピオリ率、これあのピオリ率が高いですよね、あの DJ、うん、そうですね、代代でピオリますからね、はい、ただそこまで行くのにちょっと大変という、やっぱりこうね、ちょっと厳しいでしたね。さあこっちが今5体やられてて、ニカさんは8体。僕は食べちゃいましょうか、これ。うん、あ、バルログ書くの忘れてた。あれ待って、 D も書いて、剣も書いて、あ、6だったかは間違えた。どうしようかこれ、はい、僕がもう全部食べちゃいましょうか。あー、ひでちゃんバイソンいるし、でもね、バルログいるからね。はいはい、どうしようか、教えてくださいね、ギリになったら。あ、グリグラさん、あ、グリグラさんですね。あ、なるほど、あ、いいとこ行きました。ここでグリグラフェーロン本職の力で、いや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 、そう、ここがね、いるからね、まだバイソンバルログがね、まだちょっと厄介と思う。さあこれは拾えなくてももう恥だ。マジか、中段もあれでいいのかよ。さあうまい、アルティガード。ミカさんもいいバリアを張ってる。さあしかし相打ちは寄られるぞ。ここからが難しいんだよな。うますぎる、一発で決まった。歩いてからの支援、あれは食らいますね。いやすごい。さあここはさあ、これは手前落ち、立ちガードで、うまい、あのエンコパンのね、あー、はい、使い方がうまい人ほど。さあここは、あー、チュースラスト、ヨガファイヤー。さあこれチャンスか、はい、投げて、あのコパンがね難しいんですよね、うん、そのあとが、ね、いやー引っかからない。あー、ジャンちょっとグリグラさん動けてないかな、頑張ってほしいですね。立ち中継が厄介ですね、あれはね、バリアうまいですね。いや、しこんだ、しゃがみダイパーに変えてきた。あー、立ち台系、あー、中スロットマジ強い。さあやばいことになってきたぞ。いやーやばい、苦しい。まあ一発はあるから、ただ安定な戦いが倒してる。あー、当たんねえのか。あ、しかしこれはナイスチャンスか、うまい。あー、フラフトが詰めて、いいですよ、僕持っていっちゃいますよ。こすってるだけ、なるほどね。どうしようか、リュー、ブランカ、バイソン、ダルシム、キャミ、DJ、 かわいがり、かわいがりもありなんですけど、かわいがりね、こいつがちょっと厄介になっちゃう。そう、俺かこれ。あー、うん、バイパー兄貴、ベガ、もうフォークでいっちゃいますか。フォークはきつい、フォークきついんであればベガでもいいですよ。まあどっちでもバイパーさんのお好きな方で。
やりたい方で。さあバイパーベガー、さあこけて、これもねうまい、掴まれると厳しいけど、そうですね、ベガが結構うまい、うまいっすね。あんな返し技があったとは。バイパーさんはね結構ねうまいっすよ、ベガうまい、おいバイパーさんのベガあんま見たことないですけど超うまいっすね。うまいっすよ。さあうまい、あれでもうピオリチ、あーピオリチ、ま、これは最大か、さあここでうわうまい、さあこれチャンス、あいい、さああとはスパコンを当てるだけ、お踏んで、さあおーミドルが刺さる、いやいい采配でしたね。あダルシム殺したらでかいですね。はい、さあブランカ来ましたね。ブランカどうしよっか、ブランカあ、ムナーリさんですね、本職が、本職がいたわ。しかしバイパーさんもやってくれそうな気がするぞ、これはちょっと苦しいけど、さあ神に行く、さあ逃げパンから、さあいいぞ、さああるよ、さあこれは出してしまった、あれはしょうがないですね、まあ、やっぱりローリングはガードしてお釣りを入れると。さあこれは厳しいやつか、さあ厳しい、ムナリさん本職でいきましょう。うまい大キック、うわーきっちり、もうこれでムナリさんペースに、中キックがあるのか、あ、出なかった、あー、いやーさっきね村上さん落とそうとしたんですけどね出なかったんで、でもまあニカさんうまいな、さあこれまとわりつくと厳しいですね。さあこっからでもブランカは何にもない、あの垂直が嫌なんですよね、あうまかった。さあどうしましょう、ブランカグッチとかもいっちゃいますか、安定のグッチで、じゃあストッパーグッチでお願いしますね、グッチ流でお願いします。まあ前立てもありますからね、さあこれはね言い方あれですけどにわかじゃ厳しいですよ。さあ紙からの、さあ台足うまかったけど一歩引いて紙、さあここで、さあ形勢逆転の、やっぱりねトータルで見たらねこうなっちゃいますよね。さあ、すかして、ニカさん見るのもうまいけど、
結構動けてる。さあさあ追っ払って、さあいい赤い波動強いですからね、2段。さあさあここはどうする、あれはなんだろう、タチコパンとかがいいんですか。波動はありですよね。さあでも追い詰めるも、ここでグッチモードが発動すれば安定ですね。さあ飛びも入らない、フロントステップがあれですね、超ローリングで目の前に落ちるとか。さあ雑巾も通用しないしたけど、あそこ髪が良かった。さあ追っ払って、さあさすがのグッチか。さあ なんかいいよ。はいあおいしい、いや最大でしたね今最大グッチ今バテてたら完全に周りからブーイングですよこれいい試合でしたね。壊しこせてたらビヨって負けるまで見えてましたよ今完全 TBS だわまあグッチは盛り上げるためにって言ったけど、あれ本当っぽかったんですけどねさあニカさん、そうだね、これで勝っておきたいけど、こっからの層が厚いですからね。はい、さあグッチもこのままね、さっきのあのミセブランカ戦とは違ってきっちり言ってもらいましょう。さあうまいぞ、うまい。さあ2回でも見てるが、さあここで余裕のクレイジーでした。さあここでさあピオピオピオ、本当にピオタもう一丁。さあいいタクだ。さあ何にもない。さあ今の2本目の口良かったですね。さあこけて、さあさあうまい、はいはい、ここは難しいですよ。さあたまらないし、うまい、うまかった。さあメインのねバイソン殺すっていうのはねやっぱ大きいですね。キャミでしょうかね、キャミ。さあベガが来たところで、これはグッチでしょう。さあこのやりたい放題のグッチが見れるのか。おお最大に、あおっとうまい、よく合わせましたね。しかも小波動で燃えて、さあひよこちゃんからミスったけどきっちりでしたね。
さあこれカニも結構うまいのか。さあさああとはどうする。こうする。いやあ、今ですね、青木サイクロンさんが来ました。さあ2回転バルログ。さあもうこれはこれはゲチうまいですからね。さあ相打ち OK。 うまい。じゃあ相勝利が刺さる。もうやることないんじゃないか。全体を。さあやっぱりね違いますね。まだ大丈夫、勝ってる。あーよく見てた。あそこ読み合いですからね。いい試合になりましたね。あれはすごい。さあはいはい。爪は？はい、ハスラーなら取りに行くけど取りに行けない。取りにも行けない。そんな技があるんだからちょっと甘えてるんじゃないのか。はいはい。さあ引っかかってしまった。早出しはきついか。おお うまいよ。あー出なかった。これどうしましょう。これ B さんじゃない。 B さん本田親方が。じゃああれビール瓶は。ビール瓶持ってないのか。ビール瓶ねちょっとないっすね今日。ちょっと今滑ってるんで。はいはいはい。向こうあとこの4人ですね。バルログ、DJ、キャミー、ユーだけで終わりです。バルログ倒せばほぼほぼ勝利は近いと。さあ親方の力、ビール瓶は持ってないがこのホンダ強いぞ。うますぎる。なんだこれ。ビール瓶は持ってないがこのホンダ強いぞ。マジでなんでこうした。張り手やるやる。あーよくテーラー出したな。あごっつぁんでした。超うめえわこれは。竜なるほど。さあこっち残るは6人まだいるぞ。アベビン、ホンダ、バイパーガイル、バイパーホーク、ヒデチュンリー、焼き鳥ザンギ、ムナーリー、ダルシム対ニカ、リュウ、キャミー、DJ ですね。まあ本職こっち超残ってるんで。まあうめえ。飛びのタイミングがやばい。アルティガードがうまいね本当に。さあこれ見えている。大勝利バッチリ。さあ今何かを出そうとしたか。これはかくってしまったか。さあこれ相打ちは OK でしょ。本田側大ファイヤーハード。うわー張り手を出すだろってところに昇竜拳これ集めて。おー垂直大剣マジか。さあこれは厳しい。バイパーさんガイル行きましょうか。バイパーさんがね竜ガイルやりたいから。
おっと思ったらと思ったらガイルだった。危ない。そうあのねやりたいという気持ちは大事なんでね。さあ開幕大ファイヤーアントビバッチリ。なぜか中5差当たんない。さあ我慢している。素数は我慢です。我慢と投げです。うまいうまいずい。さあ歩いたところは中足。これは最大食らって、これはガード。あーと2発はまあ大丈夫でしょう。垂直。さあもうドットも食らえない。どうする。と踏まないがエスソニック。これはいいソニック。さあやりたいという気持ちで竜を殺しに行きますバイパーさん。さあうまい。さあうまい。うめ中足に対して差し返し TBS 阻止。うまい。さすがムナーリさんとしこ様やってるだけあります。あうめ。しかしさあこれは厳しいか。あここで打ってくる真空。これはしょうがない。さあ昇竜が勝つあたりだがちょっと高いがサマーで勝ったんじゃないか。中継は入って TBS 阻止。うまいフォバットで。しかし昇竜体力差がちょっとやばいが踏んでしまう。裏手入って、これは飛んでがなんとか事なきを得る。さあ無理はしないですね。あーしかしスタブに波動が。ムナーリさんのかダルシム。さあとやってますね。さあこっち残るがバイパーホークヒデチュンリー焼き鳥ザンギムナーリーダルシム。さあうまい。さあしかしどっちだ。あーやばい。安食らう。あーやすどうだ。まだわからない。あー高めは厳しい。おーあー今しゃがみ中盤に台足やってましたね。一方的に勝つんですかね台足だと。あー痛いの食らう。さあゲージ回収。うまい。うますぎる。これはダルシム超有利。相打ちだからまあ悪くはない。さあ伸ばした手には当たらなかったが、うまい。あやばいダブルアップ。あー焼き鳥残機かな。えバイパーホーク、バイパーホーク。どうすか。あと残りのあっちがリュウキャミー DJ なんすよ。あと3人でもこっちもあと4人なんですよ。あこっちもあと3人だわ。マジか。いやーこれちょっとまあでもまあお誕生日企画ですからね。お誕生日企画ね。でも任したいんだよね、うん、やっちゃいましょう。でもねやっちゃいましょう。まだね全然いい方でちょっと余裕見せたと思いつつ。そうですね。さあ、あー最大危なかった。危なかったですね。今ピヨって死んでましたね。うまいなあ。あっあっ さあ終わった。あそこまでは良かったけど今ねしゃがみコパンからいたのであそこで何も出さなかったら死にかけでしたね。死にかけですね。あの同時仕込みなので。あー弱小で先出し。これバイパーさんに決めてもらいましょう。そうですね。やっちゃうやつが中小流。さあいい位置だぞ。でも
すんなり抜けてしまった。あー、これはしょうがない、しょうがないですね。コパンの戻る硬直に当たっちゃいましたね、はい。さあ2回転はちょっと見るスタイルですね。そうですね。さあここから相打ちはちょっとよろしくない。昇龍見ている中昇龍、めくりはしっかりガード、はい。おお、これはチャンス。ああ、受け身がやる。さあ、ま、余計なことをした。うん、あー、弱昇龍。さあ、あ、これは余計なことをした。ガード OK。 さあ剥がして、やる、あるぞ。ここはないぞ、はい。いや、いい試合でしたね。さあ残るはキャビー DJ。 さあまあ DJ かな、多分出すの。いや、キャビーからですね。さあ、ニカさんはキャミー DJ、 一方、フルチームはですね、ヒデちゃんと焼き鳥さん、焼き鳥さんのザンギです。さあ、このザンバイパーさんですね。これね、残ってるのがね、焼き鳥さんのザンギでちょっと辛いキャラだけ残っちゃってるんで、まあ、僕の仕事ですね、本当に。仕事はさせませんね。あ、言うちょって差し込んで、これは死んだか、死んだかもしれませんね。まさかの吹かしたところにダブルが入れてあるんですよ、これキャミー吹かせる。うわー、やばすぎる。なんだそれ、やばすぎる。終わったか、何も出ない。あ、キャノン出して、うっ、あー、ピオル。あー、マジか。まあしょうがない、まあドンマイということで。まあそうですね。あー、キャノン出る。あー、やばいやばい。はい、オッケー。確定ダメージは欲しい。あれね、キャノンスパイクの後にね、拡散ないのがやばい。あ、キャノンスパイクじゃない、スパイラルアローか、はい。さあ、この前のさっきのラウンドがちらつくぞ。使ったらダブルが仕込まれている。あー、あー。いや、これ2回転さんもあと DJ ですね。同じことできるんじゃないかな、今の。さあ、ラスト DJ ですね。あ、クレジット。さあ、まさかラストが DJ とはねっていう、ね。さあ、大将カラーが伊藤 DJ ですね。さあ、めくりは何もなかった。さあ、これはキャラ差というよりやってる側が強い。そうっすね、これは。あ、マジで、あれいいな。あ、わー、マジか。あ、出ない。まあ出なくても、まあ別にっていう、まあ、そうですね。じゃああそこで出してかっこよくフィニッシュだったらなんか見せ込んとしてはいいかなっていう。まあその代わりミスったら死にますけどっていう。俺だったら見せに行っちゃうかなって。1ラウンドくらいいいやみたいな。多いっていうのがね。そう、なんか動画に残ってるからちょっと決め、はい、ちょっとかっこいいこと決めたいなっていう。さあ、これ大ジャックバコン2発、1発。さあ、あ、これは死んだか。あ、ジャックジャック。あー、めくりは赤。じゃあこれ、ひでちゃん、焼き鳥さん、先、うん、焼き鳥さん、焼き鳥さん行って、まあ僕ですね。そうですね。あと残りは焼き鳥さんのザンギとひでくん、僕のチュンリーですね。チュンリーですね。ギジ死んでる。さあ、こちら副将ですね。さあ、色が鈴木カラーで、これすすぎですね。すすぎザンギ、すすぎに行きます。さあ、知ってるぞ。そうですね。うわ、うまい、うまい。あ、うまい。あ、やばすぎる。あ、これはお見事。いい位置。これはお見事すぎる。さあ、すすぎザンギが、焼き鳥さんが進んでますね。うわ、大手めくりだが、ジャック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 。
撫でいて、まあバックジャンプですよね。そうですよね。あーこれ TBS。 あーしかしでもごっそり減りましたね。さあうまい。ここは焼き鳥さんうめえな。さあ中パン飛び小足エアフェラ、はい、ここまで安定。ぼかされるのはちょっとまずい気が、ね、画面も押されるしダメージももらうしことはない。うまい、うまい。うおー最大。あーこれは死んだか。あーうますぎる。あーやばい。あどっち。あ あ決めたのはおめでとうございます。やったー。さあやっぱりお誕生日はねお祝いしてもらわないとね。お誕生日は僕らから、はい、敗北というプレゼントを、はい、いややっぱね僕らねバッチリでしたねこのチーム力、ね、うん強かった間違いない。ミカさんはね強えわ。よく見て動けるんですよ本当に。いや、いかがでしたでしょうか。ね、今ね、チュンリーのために残しておこうと思ってたやつをどんどん使っちゃったからっていうふうに言ってます、ね。いや、これはちょっとグッチが来たのがね、大きかったと思いますよ。確かに、間違いないですね。まあ、というわけで、はい、今回はニカさんにリベンジ成功ということで。成功で。喉乾きましたね。喉乾きましたね。まあそこはね、はい、まあどっちでもっていう感じなんで、はい、ありがとうございました。じゃあの試合やってね、はい、まあ皆さん帰りましょう、はい、じゃあの試合やろう。いい休日です。
ー